作で米漬け物語131人です。そうですね、これは非常によくできたと思います。まあ値段を、まあ10円と仮定すると、まあその 20% 引きが8円だったりとか、まあそういうの考えやすいんで、まあだいたい10円か100円かどっちか使って計算して、まあ実際に出してみてその差額を計算したりとか個数を調べたりってことを、自分はしています。46番、これはそうですね、一回治療の、解きまくりの過去問題集で一回解いたことあったんで、まあできたんですけど、確かこの円のところ、あ、違うわ、これはあれですね、ここの三角形の面積を出せばもう正解だったっていう、このピポークラテスの、三、三日月っていう、あれがあるみたいですね、そういう、そういう。47番、チーターの問題。これはちょっと本当に間違えました。もう正確に書けば絶対分かったんですけど。てか普通に1対2対、1対1対ルート2を間違えました。本当にもったいないです、これは。以上です。